これはですね、元旦に、ですね、王子で、興行がありまして、はい、私じゃなくてですね、毎年多分恒例でやってるところからですね、1日借りてるんで、興行やりませんかと、そういう話をですね、本人に直接じゃなくですね、この画像に写ってる隅っこの人からですね話が来まして、元旦に興行をやりませんかと言われまして、私正直嫌だったんですけど元旦から働きたくないと思ってたんですが、ちょっとですね、これ何か試されてるんじゃないかと思いまして、はい、プロレスの神様がいるならばですね、まあ言っても私信仰が全くないんですけど、で30分後にはもう対戦カードを考えてた、はい、感じになりまして、その元旦の、15時から王子の、ベースメントモンスターで興行をやります。はい、でですね、はい、でお正月なのでちょっとなんかバカバカしいやつをやろうかなと思ったんですけど、結構今なんかそういうバラエティー色の強い興行が、多いので、急に始めたところでそこより面白いものができないだろうと思いまして、でそれで何をしようと思ったんですけど、お正月感とで、まあ、ちょっとバラエティー色を強めるのはもう多分かなわないから、普通にやろうと、はい、でそれで元旦感を出すのなんだろうと思ったんですけど、パッと浮かんだのがなんかテレビ東京とかそこら辺の感じでなんか時代劇とかそういうの正月なんかやってるなと思って、はい、そのイメージでですね、バラエティー色と真逆の やつをやろうと思いまして、でこの出した画像にこう4人乗っかってるんですけど、この4人が対戦するわけではなく、これ組むわけでもなく、この4人がですねシングルマッチを行うと、はい、全4試合で、はい、誰かとやる、はい、この4人が誰かとやるっていう非常にですね、お正月感あふれるテレビフルフルのお正月感あふれる感じのやつにしようと思いまして、この4人でトークショーをやるわけでもなく何か楽しいことをやるわけでもなく、はい、ただただ試合をやるという感じですね、はい、ですかね、はい、お正月っぽさは、まあ、出るか出ないかはもうお任せします。ただ元旦の3時からやるので、で普通の試合をやるって言ったら、まあ、なかなか集客が厳しいと思いますんで、私なりにですね、自分へのお年玉として組みたいカードを元旦でもちょっと見に行こうかなっていうようなカードをですね、はい、考えましたので、そちらをですねもう発表します。はい、全4試合でも全4試合なんですけど、結構ですね、見ての通りそこそこのベテラン揃いなのでですね、はい、あなたは第1試合ですとか、あなたは第2試合ですとかですね、言うとですね、メインイベントの譲り合いになるのっていうのがですね、もう目に見えてますので、この大会ですね、全4試合なんですけど、第1メインイベントから第4メインイベント、はい、
までの、はい、全4試合メインイベント揃いの大会になりますので、はい、まあ15本一本勝負なんですけど、はい、まあ、堪能していただきたいと思います。でまずですね、第一メインイベントなんですが、あのこのですね、あの大会をやるきっかけとなった安浦野さんに出場していただいてですね、対戦相手が、頑張れプロレス翔太選手、はい、おはい、えって言われるのがよくわからないんですがあの先日のですね、あのプロレススクール秋の特別興行でもですね、あの大学まで出た人にふさわしいですねあの頭を使った試合をですねやっていただいたんでですね、あの元旦はですねその2人にですね、あの戦っていただこうと思ってですね、このカードを組みました。はい、あの単純に私が見たかったっていうのもあるんですけど、はい、まあ、4試合とも全部そうなんですけどはい、ですね、その翔太あの選手がですね本日あの来場してるっていう噂を聞いたのでですねちょっと登場していただきますかねよろしくお願いします。タイマーご紹介に預かりました、頑張るプロレスの翔太です。今急に藤田さんにカメラを奪われましてここに立ちましたけども、元旦から第一メインイベントで安浦野選手と戦うということで、まあ何回目かのシングルなんですよ。覚えてない、鬼神道やったかな、あと僕の前十字靭帯断裂からの復帰戦の相手も浦野さんだったんで、ちょっと久々にシングルマッチをやるということで、まあね、なんかプロレススクールとかでもああやってタッグを組むとね、異常に考えがシンクロするんですけども、対戦相手となると非常に嫌でですね、あのしばらくちょっとツイッターもやめたくなるぐらいのおそらく戦術を駆使してくるかなとは思うんですけど、論破して私は安浦野はグーの音も出ないようなね、国士舘大学21世紀アジア学部という偏差値の低い学部を出たことを誇りに思えるようにバトルソクラテスを頭脳で打ちのめしたいと思います。ご期待ください。はい、ありがとうございました。教頭大丈夫ですか。はい、よろしいですね。ではまた教頭の方に。はい、手ぶれがひどいかもしれない。私も手ぶれがですね。はい、はい、ありがとうございました。あの非常に楽しみなカードが組めたと自負しております。ですね、あのもうそれで1試合でいいんじゃないかと思ったんですけどあのですね、なんせ15分一本勝負なのでですねはい、まあ、それだけじゃあのまずいなと思いまして、で第2メインイベントがですね、あのこちらディック統合先生に、はい、登場していただくんですが、東郷先生の場合はですね、非常にあの対戦相手あの誰を当てたらいいかなと思いまして、そうですね、あのやっぱり大物を組むのはですね、あの非常にあの簡単なのですが、そうなるとですね、あの予算上の都合もありまして、あの本当にあのちょっと東郷さんに話を振った時にですね、あの出てくれるのが非常に心配だったのですが、もう2つ返事ぐらいで行くよって言ってくれたんですが、はい、あのでそうどうしようかなと思ったのですが、はい、今あの東郷先生もですね、今あの戦場でコーチをされてると、はい、見ましてですね、ちょっと私思いつきましてですね、ディック・トーゴ選手と戦うのはですね 2AW の
新垣里奈選手それを第2メインイベントに、はい、しました。ですね、やっぱり戦場の選手にするべきなのかなとも思ったんですが、やっぱりそれはさすがに気まずいなと思いまして、もしあるんだったらもう戦場のリングで、はい、行われるんじゃないかなと思いまして、で私もプロレススクールやっておりますので、でそのスクール生の女子ですね、相手してもらおうと。いや正直迷ったんですよ、笹村君と。でですね、本当は2人とも試合してもらいたいぐらいなんですけど、まあ、1対1のハンディキャップインマッチになっちゃうと、まあ、それはそれでちょっと違うかなと思いましてですね、でツイッターなんかでやり取りをしてますとですね、どうやらですね、笹村君の方がですね、ちょっと天然の匂いがプンプンするのでですね、はい、化学反応が起きた場合、そっちの方が大爆発するんじゃないかと思いまして、今回はですね、はい、新垣里奈選手にお願いしました、はい、これも、はい、僕が本当にディック統合戦したい女子選手っていうのが非常に練習の動画を見てですね、ぜひ見てみたいなと思いまして、で打診したところ、あ、いいよとまた2つ返事をもらいましたので、こちらも元旦にふさわしいカードかなと思います。そしてですね、第3メインイベント、ここでですね、私が、はい、出ます。で、ですね、私もなかなかいろんな団体に出させていただいて、正直この人とやりたいみたいな選手がですね、なかなかですね、もういないというか、もう対戦し尽くしたなと思って、ちょっと変わった選手を考えてたのですが、その選手がですね、どうしてもちょっと元旦は難しいと言われまして、一度挫折しかかってたんですが、ですね、その方面をですね、ちょっとそのダメだった選手をたどっていくとですね素晴らしい選手と私対戦してなかったなと、はい、でやっぱり本当に少々のカード組まないと王子とはいえですね、いっぱいならないんじゃないかと思いまして、私が自信を持ってお届けする第3メインイベントは、私藤田稔対、鈴木秀樹、はい、こちらのシングルマッチ第3名としてこれは、はい、初シングルマッチなので、はい、すごそう、そちらを、はい、やらせていただこうかと思います。ですね、この人と思った瞬間にですね、私、まだ対戦してない人っているんだなと思わないそして実現できるカードと、はい、非常に楽しみにしております。楽しみですね、はい、もう元旦から欠場に追い込まれないように、はい、頑張りたいと思います。そしてですね、残ったのがですね、意外や意外、新井健一郎選手なんですけど、はい、ですね、もう荒健さんに関して言えばですね、5月でしたっけ、私が、フリーダムズで葛西潤が当時持ってた KFC のタイトルマッチに挑戦した時に、同じ興行でですね、UWA の
ジュニアのタイトルマッチがあってですね、あのアラケンさん対ブラザーヤッシーの試合がタイトルマッチになりまして、それがもう忘れられなくてですね、はい、後でニコプロで見たんですけど、でそして今日もあの DVD でまた見たんですけど、いやもうあのこういうスクールとかあのやりだしてから、あのぜひあの新井さんにもあの協力していただきたいと思いまして、で元旦も快諾していただきましてですね、第4メインイベントに登場していただきます。でその対戦相手がですね、なんとなんとですよ、東京グレン対、正田選手でございます。ですね、私もう今から震えておりますよ、はい、もう非常に私が見たくてですね、あのしょうがないあのカードが組めたと思っております。正田先輩は大晦日でですね、ひょっとしたらあの大阪に出場されるかもしれないのですが、もうなんとかして出てくれともう新幹線代とかもかかっていいから、もうなんとかして来てくれと頼み込んでですね、はい、出場あのが可能だとなりましたので、はい、その全4試合で行いたいと思います。なんかジャーナリストさんからの質問があれば、はい、何でもいいですよ、好きな食べ物でも鈴木秀樹選手にたどり着く前に断念した選手の名前ってあるんですか？ですね、あのもしかしたらですね、あのまたあのプロレススクールじゃない、あこれはもうプロレススクールガイデンと、はい、名付けましたので、ひょっとしたら第2弾をもしやるとしたらですね、その選手をまたもう一度オファーするかもしれないのですね、はい、そうですね、そこはちょっとすいません、はい、はい、お願いします、もう一人もう一人一、はい、人一つですよ、はい、はい、飛ばしましょうか、はい、質問お願いします。京都、改めて開始時間とあのチケット料金などを今せっかくなので、はい、実はお待ちしていただけると、実はですね、今日即売チケット即売会も兼ねてまして今日から売ります。お、はい、で、残ったやつをこの後順次、ファッションセンターのアカウントで受け付けますので、もしくはあの移動販売のところでやりますので、でですね、あのチケットのシステムはですね、チケットいくら？ちょっと待ってください。はい。ですね、王子のですね、最前列が36席あるんですけど、そちらがですね、7000円となっております。でですね、まあいつも通りっちゃあれなんですけど、もちろんあの後日その当日の大会のですねDVD を発送するという、はい、サービスもやりますので、はい、その最前列がはい、36席あります。で、その、2列目以降がですね、もう全部10席です。はい、席数は51席あります。はい、で、それがですね、10席、4000円ですね。はい、で、王子なのでですね、あのワンドリンクあるんですけど、もうこれは込みの料金になってます。はい、最前列7000円で、自由席が、4000円と、はい、なっております。で、51席ですね、
自由席が売れると、立ち見をですね、21枚ぐらい出そうかなと思いますんで、はい、立ち見といってもですね、2列目以降自由席なんで、あの立ち見と同じ、もう立ち見もクソもないんですよ、そもそも、はい、2列目以降の人は、はい、で、あのマックスで、あの108人ですね、はい、108人ぜひ元旦に来て、はい、煩悩の数、はい、集めたいと思っておりますので、はい、配信を見られている方はですね、ここのジャーナリストの皆さんが買った後に残ったところのチケットはですね販売しますので、はい、よろしくお願いします。あ、でですね、忘れた、で、そのポスターもですね、実は出来上がっておりまして、あのジャーナリストの方にはですね、1枚ずつあのプレゼントをします。こちらとなっております。はい、あとでもうツイッターであの画像とかんと出すと思うんですが、はい、割と厚手の、厚手のポスターが、はい、もうそのままあの対戦カードと隣り合ってる同士が対戦すると、はい、いう感じですね。はい、でですね、あのプレイガイドには特に置かないのでですね、はい、なんか、はい、売店なり選手に頼むなり、はい、まあ、選手に頼んだところでですね、あの今回は選手の得は何もないのでですね、はい、ぜひ売店でですね買っていただいて、あの現金をですね、はい、あのかき集めたいと、はい、そしてすぐに皆さんにギャラを払えるようにですね、はい、はい、まあ出すんで、はい、この後画像、はい、そんな感じですかね。あ、質問コーナーありましたね。質問コーナーお願いします。質問コーナー、はい、あと1,2,3,4,5、はい、あの5つの質問をなんとかひねり出して、はい、全試合が15分1本ですか、はい、15分1本にこだわられたらいいとかありますか。あ、ですね、そうですね、なんですかね、ですね、特にないです。理由はあのなんとなくですはい、もうなんとなくで決めました。15分一本勝負は、はい、でもうこう なんだろうな、あの選手にもウィキペディアからの情報です。大阪で選手の情報は、何こんなこと言いましたっけ、私。また反応しちゃったんですか。はい、勝手に反応するんです。はい、15分一本勝負は、なんとなくです。もうあの理由はないですね、はい、とにかく、はい、もう全選手には私を含めた、もう自由に戦っていただきたいと、はい、15分以内で、はい、と思っております。あ、でですね、あのレフリーは、あのバーブさんに、はい、来ていただきます。全試合は、はい、全試合バーブさんにさばいていただきますね。ですね、あとリングアナの方は決まっておりません。はい、なかなか、はい、そうですね、あの、あ、この人っていう人がいたんですけど、はい、断られてしまいましてですね、はい、あの仕事の都合でですね、はい、で、そうですね、はい、質問お願いします。はい、これ立つぐらい、すごい、いい感じ、厚手の紙になりまして、今年の3月にあのモーニング
闘争っていうのをやったんですけど、その時ももうちょっとペラペラだったんですけど、あのそれがあのデザイナーさんがちょっと納得いかなかったっていうことで、ちょっと厚手の紙の話ご覧ください、立ちます。はい、はい、まあ今回ポスター営業するかどうかは謎なんですが、はい、まあ欲しい方はですね、何か言っていただければ、はい、あげるかもしれない、あげないかもしれないですけど、はい、そんな感じですね。今回何かグッズとか作りますか？今回はですね、作りません。あの時期的にあと、うん、はい、そうですね、はい、あのこのプロレススクールもあの増産できるかがまだわからないので、はい、プロレススクール外伝として行うのでですね、はい、このシャツは販売する予定ではあるのですが、あの今現在のちっちゃいサイズしかないのでですね、はい、増産できてればやります。で、ポークたまご自主工業の DVD がですね、6本仕入れてるんですけど、それがまだ残ってれば販売いたします。でおしゃれの闇市リストバンド1500円なんですけど、こちらはもう残りますからなんですけど、あの残ってれば販売いたします。これ用の、グッズはもうそれこそ後日 DVD を販売するという感じで、で当日はないですね、はい、もうそれぞれの選手の売店を、はい、お楽しみいただくという、はい、他の選手がなんか正月っぽいグッズを用意されるかもしれないのでですね、はい、そこはお楽しみにしていただきたいと思います。プロレス侍鉢巻きなんていうのを作らない。あ、いいですね。ただですね、時期的にちょっと遅かったかな。もうちょっと早く言ってくれればですね。今お待ちしました。そうですね、はい、第2弾もうやめて。はい、はい、もう今調べたのがですね、ただですねちょっと遅かったから、もうちょっと早く言ってくれればねというのを反応するんですね。反応します。もう怖いんですよね。はい、よく反応されます。はい、よろしいですか、質問。こういった藤田プロレススクールガイデンということなんですけども、はい、ガイデンシリーズは今後も、はい、今後もですね、ですね、はい、こうやるかもしれないしやらないかもしれないんですけど、あのそうですね、あの今年あの2019年はですね、あの去年の2018年がですね、私120試合やらせていただきまして、今年ちょっとそれをもう越す勢いなんですよね、はい、で、はい、欠場しなければもう越すんですよ。で、あのこうやっぱりこうフリー活動をしてて思ったんですけど、でやっぱりあのいろんな団体でこうチャンピオンを目指してあのガンガン攻めていくみたいなやり方ももちろん当然やっていかなきゃいけないんですけど、まあ、ちょっとですね、やっぱりあの年齢的なもの、キャリア的なものを考えるとですね、まあ、5年遅かったかなと、はい、そういうのは、はい、ムーブもやっぱりあのそうやって団体のそれぞれのベルトに挑戦したりするっていうのもやっぱり大前提としてあるんですけど、やっぱりそれだけだとやっぱりちょっと違うかなと思いまして、あの選手の、 あの若手選手の育成というか、そういう部分もですね、はい、やっていかなきゃいけないなっていう部分もですね、あの思いまして、でもあのただただあの育てるっていうつもりはですね、あのさらさらなくてですね、あの一緒にあの成長できればなという気持ちもあってのですね、
あのこの屈強な侍の中でですね、一人町娘を入れたっていう、ね、ありますので、本当はもっと若い選手をあの入れた方が良かったかなとも思ったんですけど、あのやっぱりですね、あの僕自身があの見たいと思うカードをですね組んだので今回、はい、で、あの単なるあの自己満足だけにも終わってはいけないなという部分が第二メインイベントのところですかね、今回は。はい、そうですね、やっぱりちょっとあのそういう自分の見せたいものっていうのはやっぱりあるんですけど、やっぱり挑戦っていう部分もないとですね、はい、本当になんかただの、いやいや、ただのって言ったらおかしいな、あの私あの自主興行っていう言葉がですねそんなに好きじゃなくてですね、どうしてもなんかあの本当に自分の見たいがある、まあ言ってみればこれもそうなんですけど、まあ、言ってみれば正直寄せ集めなんですよ、フリーの選手の、はい、まあ、フリーじゃない選手もいますけども、はい、でそういう部分でですね、あのなんかあのちょっとでもですね、あの若い選手にチャンスを与えるじゃないですけど、はい、そういう部分も入れつつで、まあ僕の試合を見たい試合も入れつつという感じですかね、はい、スクール外伝に関しては、で、でやっぱりこういうことをやることによってですね、はい、まあ、私やっぱりフリーなんでです、フリーなんでやっぱりもう団体からしたら、まあ、そういう感じで試合をオファーしてるとは思ってないかもしれないですけど、やっぱりこう下請けなのでですね、はい、それだけでもやっぱいけないなと思ってですね、こういうことをやることによってですね、あのなんとなくですね、あの団体に負けないあの価値をですね作っていきたいというか、はい、そういう気持ちも、はい、あって、自分からも攻めていこうと、挑戦していこうというそういったところですかね、はい、答えになってましたかね。はい、なのであのなんかチャンスがあれば、はい、この外伝も、はい、まあ元旦次第ですけどね、元旦が成功するか成功しないかにかかってるんで、とりあえずあのスポンサーがついてるわけじゃないのでですね、はい、皆様から少しずつチケットの値段を高くしたりとかしてですね、はい、で、はい、まあ皆さんが、はい、スポンサーみたいな部分もあります、皆様の力を借りながら、はい、私は好きなことを誰にも文句言われずにやりたいと、はい、そういう気持ちですね、誰の目の色を伺うことなく、はい、そういう感じですね、はい、完全に自主行為はないね、はい、あとありますでしょうか、なければこのまま、チケット即売会に移らさせていただきます。それでは配信をご覧の皆様、2020年、1月1日元旦王子ベースメントモンスターでですね、プロレス侍王子をかける、ですね、タイトルに特に意味はございません、こちら、はい、雰囲気でつけました、はい、ただですね、あのもうこの人はもうプロレス侍だという人をですね揃えましたので、私自信を持ってお送りするメンバーでございますので、ぜひご期待ください。ありがとうございました。あ、かっこいいでしょ、かっこいいよ、はい、しかも盾
はい、もう、あ、そっか、映画みたいな、そういう映画館、劇場のチケットが来ないでしょ、マリン、あマリンだ、じゃあ待ってマリン、マリン好きです、マリンチケットの表側もう一回ですか、はい、これかっこいいですよね、はい、かっこいいですね、正月っぽい、でも正月のテレビ東京ってモヤモヤサマーズとかしかやってねえのかな。ありがとうございます。儲け儲け。